じゃじゃーん。こちらが皆様からいただいたものです。本当にありがとうございます。いや、本当にありがとう。アニラの2日間、リスナーとお会いできる時間を設けることができて、本当に良かったなって思ってます。まあ、前回の、日向坂の愛知のね、ツアーの公演の時に会う時間を1時間ぐらい設けたんですけど、まあ、その時に、まあ、何人ぐらいやろね。10人ぐらい。かな、まあ、お声掛けいただいて、まあ、ありがたいなって、その時に本当にね、初めてその時にリスナーとお会いする機会を設けたので、すごい実感したんですけど、まあ、せんべいをね、こちら持っていったんですよね。このせんべいね、25個入りかける2箱を買っていったんですよ。なので、54個かな ?54 個のせんべいがあったんですけど、なんと2日間で、まあ、すべて売り切れまして、二日目の最後ら辺なんか、おせんべいなくてごめんなさいって僕ら謝ったりしてて。ねえ、おせんべいない方10人ぐらいいたのかな。本当に申し訳ございませんでした。まさかね、せんべい売り切れると思ってなかったので、いや、本当に嬉しいです。で、まあ、こちらがね、いただいたものなんですけど、本当にね、一人一枚ずつくれたりだとか、めっちゃ大量に持ってきてくれた人とか、本当にってすごい嬉しいです。本当に、しかも、風茶これ持ってますかとか、これありますかとかみんな言ってくれて、もう、いただきますって、もう風ちゃんならもう全無限回収なんで、本当に嬉しい。本当に嬉しいし、今回レバル生写真をね、まあ、買ってないんですよね。買ってないというか、まあ、エイリーイベントもちょっと控えてるし、福岡からね、東京に行くということで、まあ、グッズはね、最小限に抑えようと、思ってて、生写真の購入を断念したんですけど、まさかね、もうリスナーさんの優しさと力によって、こんだけふーちゃんの生写真をいただけると、本当に思ってなくて、いや、本当にせんべいしかお返しできてなくて、本当にごめんなさいっていう感じなんですけど、なのでこのね、まあ、僕が買った購入品もありますし、リスナーからもらったプレゼントもありますので、それをね、紹介したいなと思います。とりあえず自分が買ってですね、紹介します。まずこちらの、ラバーバンドですね。桜坂のラバーバンド、ピンクを買いました。こちら。で、これつけながら、まあ、冬の時期とか長袖なんで、あんまりこれがね、腕で見えることはないんですけど、これつけながらライブ応援しておりました。で、続きまして、こちらの、ふーちゃんのね、アクリルスタンドを買いました。今回、おしめんタオルを買わなかったので、こちらのスタンドをね、買いました。この状態で保管するの一番、まあ、綺麗よね。まあ、家帰ったらね、出しますけど、まあ、こんな感じで。で、今回このクリスマスのモチーフになってる生写真がこちらですね。こちらになります。まあ、後ほどね、紹介します。本当に。これもいいよね、めちゃめちゃ。はい。こちらになりますね。で、その他、まあ、ステッカーですね。ライブ参戦の、ファンクラブ抽選ですね。で、当選したこのステッカーたちと、まあ、会員でね、この、今回から、FC 会員だと、こちらのカードがもらえるみたいなので、まあ、欅坂時代の FC 会員のカードよりめちゃめちゃ綺麗です。まあ、これがあったからといって何があるっていうわけではないですけど、ファンクラブ入っててライブに行くとこれがもらえるので、まだね、ファンクラブ入ってもらってないよっていう方はね、多分次回もあると思うんで、次回も、ちょっと探してみてください。これめちゃめちゃいいですね。裏面はこんな感じで。本当にやっておけばよかったなって思ったことが、まあ、こんだけいただいたんですけど、リスナーと会ってる時は動画回してなかったんですよね。まあ、今度から回そうかなって思うんですけど、リスナーと写真撮ったりとかしてて、リスナーから写真ありがとうございましたって DM で、こう写真もらったり、リプでもらったりとかしてたんですけど、リスナーからいただいたものを、例えばね、このふーちゃんをもらったとしたら、このふーちゃんを見せながら写真撮ればよかったなって、すごい思いました。デッドエンドだったらこれ4枚とも同じ、になっちゃうんですよね。やっぱりどうしてもね、どれが誰にもらったかとかっていうのがあんまりわからなくなってしまうっていうのが、これ並べてから思って、うわミスったなって思って、リスナーの誰にこのプレゼントをいただいたかっていうのやっぱ写真で証拠残しとけばよかったなって思いながら、こういうねリスナーと会う機会もまだ2回目だったので、すごいね未熟なものなんですけども、次回から、まあ、僕のカメラにもこういう感じでリスナーと一緒に写真撮るときにもらったものも写そうかなって思いました。はい。なので今回は一気に紹介していくんですけど、次回からはこうリスナーにもらったものをまとめてとかやりたいなと思います。はい。こちら静岡の方なのかな、コッコっていうのをもらいました。めちゃめちゃ嬉しい。まあ、これと生写真とこちらのふーちゃんの缶バッジもいただいて、本当にすって挨拶してくれて去っていったんですけど、めちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。で、このマリノちゃんは、自分で、グッズ並んで買いました。まあくじと思って500円くじと思って引いたらマリノちゃんが出ました。本当に嬉しかったです。はい。
で、こちらですね、みくにちゃんのシールと、こんな感じで、みくにちゃんのマシンもいただきました。これね、HMV の、これなんですよ。2000以上買い上げで200円オフっていう、この、これね、めちゃめちゃレアよね。これ嬉しい。ありがとうございます。で、ウェアハウスですね。桜坂のウェアハウスが例まで買えなかったので、これは超嬉しい。ふーちゃんとまつりちゃんのいただきました。ありがとうございます。めちゃ嬉しい。この中にも、動画投稿者のつーさんとぬくてぃさんからいただいたものもありますので、超嬉しいです。はい。次回はね、それまとめて、誰からこのセットでもらったよっていうのをね、ちょっと見せれたらなと思います。いや、本当に。誰に何がもらったのかちょっとあやふやになってしまいました。覚えてるけどね、覚えてるけど、この生写真はこれでもらったっていうのがあんまりね、わからなくなって混ぜちゃったので。本当に反省点ですね。ありがとうございます。で、これもらいました。で、どっから行きますか。まずね、一番多くもらったのが、クリスマス衣装のふーちゃんですね。多分今回の会場で売ってた生写真の中で、多分クリスマス衣装が多分一番皆さん買われたんだと思います。たまにね、公表してるんですけど、全身とか中とかが好きってめちゃめちゃ、言ってたのかな。すごいね、全身と中がたくさん来ました。これ中ですね。すごくない？あ、ちなみにクリスマス衣装はコンプしました。これ中、全身、座り、寄りっていう感じでコンプしました。ありがとうございます。本当に嬉しい。で、これね、中ですね。いや、もう超嬉しいよ。こんだけやるの嬉しいよ。本当にふーちゃん推しだよこれ。推ししかいないよ。もうめっちゃ嬉しい。で、ふーちゃんの中がこんな感じですね。超かわいいよね。やっぱりなんかこのアクリルスタンドとまあ連動してるっていうのもいいよね。こんな感じで衣装がね。いやー、いいね。これ中でございます。はい。で、続きまして、僕の一番好きな全身カットですね。何の生写真でも一番僕は全身が大好きです。珍しいって言われるんですけどね、よりが一番いいんじゃないかって言われるんですけど、僕は全身がね、一番好きです。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいよね。はい、こんな感じで全身でございます。で、座りと寄りですね。寄りは1枚いただきました。本当に嬉しい。いや、でもこれはね、寄りがいいかもしらん。寄り可愛いね。やばくない？寄りめちゃめちゃ可愛いんですけど。で、座りですね。いやー、めっちゃ可愛い。本当にこんな感じでクリスマス衣装はリスナーさんの優しさと力によってコンプすることができました。ありがとうございます。いや、本当に嬉しい。本当に嬉しい。はい、続きまして、デッドエンドですね。デッドエンド見ていきましょう。めっちゃかっこよくない？めっちゃ好きなんですけど、めちゃめちゃいいよね。この衣装やっぱかっこいいよね。で、全身が4枚と座りが2枚で寄りが1枚ですね。中がなかったんですけど、いや、もう全然問題ない。本当にね、美しいよ。ありがとうございます。レッドエンドくださった方々、ありがとうございました。で、そして、こちらのふーちゃんの制服衣装ですね。これは、CD かな？おそらく。CD のやつですね。レイマルが持ってる、この生写真、この CD でやったやつの、よりバージョン。ちなみに、今回いただいた生写真は、すべてレイマルがね、持参しているスリーブにすべて入れさせてもらいました。ありがとうございます。高価ケースに入れたりだとか、自前の、スリーブに入れてまとめてくれたりとかあったので、丁寧にね、渡してくれてありがとうございます。皆様、今回ね、自分のスリーブにすべて入れ替えさせていただきました。そして、これ、ふーちゃん入ってるんで、ふーちゃん以外だったら、流れ玉の生写真リサだったりだとか、この着物、欅時代の着物衣装のふーちゃんいただいたので、ここら辺の時は生写真あんまり買ってなかったので、すごいね、もう嬉しいです。ありがとうございます。このリサすごいよね。本当にご好意でくれました。ありがとうございます。で、次バンの座りですね。バンの歌番組衣装、ふーちゃん、いや、これかっこいいから何枚やってもいいですからね。これ本当に被ってますかとか、プレゼントしてくれる方いたんですけど、いや、被っててもいいですからね。保存用、鑑賞用、眺める用、もういろいろできますから、本当にありがたい。いや、本当にありがたい。これ、本当にありがたいことだよ。マジで、今、にやけてます。画面外のレイマル。本当に嬉しい。ありがとう。本当に。もっと頑張る動画でお返ししたいなって思うし、やっぱ、くださった方に、今回、せんべいみたいな感じで、やっぱ何かね、お土産、大阪土産だったりだとか、今回、福岡から行ったので、福岡土産だったりだとか、なんかそういう、なんか交換っていうのも、すごい楽しかったです。はい。はい、ふーちゃんの番ですね。こちらが、私服コーディネート衣装。続きまして、浴衣衣装ですね。衣装かな、いいよね、これ。よりくださいました。ありがとうございます。で、次が、デッドエンド MV ロケーションっていうことですね。いや、
これの全身気になるな。ありがとうございます。でこれがイオンカードでね、レイマルが自分でイオンカードのあのブースでもらったやつですね。アチャとヒカリちゃんが当たりました。ヒカリちゃんのジャマイカビールめちゃめちゃ良かったし、アオイちゃんのねノバフォーフロントだったんでめっちゃ良かった。はい、お会いした方ありがとうございました。お会いできなかった、会いたかったっていう方も何件かいて、本当にね時間合わなくて本当にすいませんでした。いやーでも楽しかったし、2日目は無限でね現地行ってもう3時間ぐらいいたのかな、時間がねたくさんあったので、あの本当にお話たくさんできてよかったです。エイリーイベント頑張ってくださいとか、あのほとんどの皆さんが言うことを、第一声が体調大丈夫ですかとか、体調気をつけてくださいねって、もう僕どんだけ体調崩してる風に見えてるみたいな感じ。まあでも体調崩してますけどね、エイリーイベントで。福岡出張もね残り半分ということで、本当に半分しっかりと仕事頑張って、大阪に帰ってガチャ配信できたらなと思っております。いやマジでもうね超嬉しい超嬉しい、本当に行ってよかったなって思うし、無限参戦もすごいたくさんのリスナーと喋れるので、なんかありだなって思ったりだとか、毎回東京行くわけにはいかないですけど、なんかそういうのも楽しいなって思いました。ということで、あのお会いした方はこんだけねプレゼントをあの渡してくださった方ありがとうございました。あの大切にあのリスナーからいただいたものボックスに入れてね、あの自分の家で保管したいなと思いますので、いや本当にありがとうございます。今後ともね応援していただけると嬉しいでございます。レイマルもね動画でお返しできるように頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上です。ありがとう、バイバーイ。